皆さんこんにちは。タニタで営業を担当しております中谷です。管理栄養士の高坂です。本日はタニタカフェ有楽町店で提供しているカムジを体験していただきたいと思います。カムジは噛むことをテーマにしたタニタカフェオリジナルのスムージーです。噛むことは様々な効果があります。例えば満腹中枢を刺激して満腹感が得られたりとか、消化酵素を多く分泌して胃腸の働きを促進したりなどといった効果があります。噛むというところを注目をしているんですけれども、チアシードやこんにゃくゼリー、豆腐にフローズンカットフルーツをトッピングして自然と噛んで飲んでいただけるようにしています。メニューは全部で3種類あります。1つ目がカブトバナナのホワイトカムージー、2つ目が緑野菜とリンゴのグリーンカムージーで、3つ目が人参とトロピカルフルーツのイエローカムージーの3つです。お待たせしました。こちらが、緑野菜とリンゴのグリーンカムージーです。上の方にはフローズンのカットフルーツを乗せています。下の方にはこんにゃくゼリーと豆腐を入れていることによって、より噛むことが、自然に噛んで食べることができます。すごいフルーツがたくさん乗ってて、かなりインスタ映えしそうですね。はい、じゃあちょっとよく混ぜて、はい、食べてみたいと思います。はい、じゃあいただきます。あ、美味しい。ありがとうございます。なんかすごくこんにゃくゼリーが噛み応えがあるのと、なんかお豆腐も普通のお豆腐じゃなくて、なんかちょっと ほんのり甘いというか、ね、素材の味がすごくしっかりしてて、とっても美味しいです。味自体は全然なんだろ こう健康だから美味しくないっていうことは全然なくて、すごくさっぱりしていて飲みやすくて、でフルーツも入っていて、味的にも大満足なものだと思います。情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。